4線式、テンズユニット。経費的末梢神経電気刺激は、痛みの局所、周辺、あるいは、支配脊髄神経基支部などに、表面電極を置き、低周波を通電する、電気療法の一種である。経費から電気で、末梢神経を刺激して鎮痛させる療法で、テンスとも呼ばれる。体系の Aβ 休心繊維を、選択的に刺激し、 脊髄広角での痛み伝達を抑制するというゲートコントロールセオリーの実証である。しかし、現在は主にオピエート媒介理論を利用した低周波点図が一般的である。痛みに対して電気を用いるという考えは古来より存在し、西暦46年にはシビレーからの電気放電を利用したという記録がある。百九十一年にはルイージ・ガルバーニが 動物電気を発見した。ついでボルタが蓄電池の原型装置を考案し、数年後にはガルバニーがこの装置を用いて筋収縮を得るガルバーニ電流を作り出した。デューシェンヌはこの電気刺激により効果的に筋収縮が起こる皮膚部位をモーターポイントと名付けた。1830年代にはファラデーがファラデー電流を 1905年にはラピックが興奮の法則を発見した。疼痛コントロールを目的とした電流利用は1965年にパトリック・ディー・ウォールとロナルド・メルザックが提唱したゲートコントロールセオリーに橋を発する。1967年、硬膜外脊髄刺激療法の研究が盛んになり、その鎮痛効果を確かめるために、 経費的な抹消神経刺激が行われた。ところが、天図はそれ自体で十分な鎮痛効果を発揮することが認められた。また、内在性モルヒネ様物質の発見、抑制性伝達物質が関与する痛みの抑制機構の提唱がなされ、生体内に痛みを抑制する機構が備わっていることが証明された。この内在性抑制機構を利用した痛みの治療が示唆されたため、 電気鎮痛への関心が高まっていった。急性疼痛から慢性疼痛まで多岐にわたる。臨床応用としては以下が挙げられる。浜井鶴茂し物理療法の研究手法、特に介入条件と効果判定について、経費的抹消神経電気刺激、理学療法学2007年、34巻、4号、P198 から201。ありがとうございます。